え、繁盛が女人気が高い。え、そうなん。女人気高いのって鬼屋のイメージだった。繁盛女人気高いの今。本当に女ってさ、人気がある配信者やったら誰でもいいんやな。アゴガールが切れそうな言葉です。鬼ハンとか言ってなって。繁盛はずっと女人気あるんや。まあスプラトゥーン出身だもんな。繁盛はかっこいいじゃん。まあ背高いしな。女って本当にミーハーだなって。まあな。前はアイドル売りしてた。嘘でしょ。ええー、そうなんや。半蔵みたいなギリ女食えそうな顔は女オタク受けがいい。それ本当かよ。そういう心理ついてる顔なんや、半蔵の顔が。で、背も高いし、みたいな。失礼すぎる。ギリ女食えそうな顔。繁盛いいじゃん。そう、ギリとかじゃないでしょ。繁盛はもうリアルで全然いけるタイプでしょ。ぶっちゃけ繁盛の方が俺より絶対モテるやろうしな、普通の世間の女に。まあシュッとしてるしな。陽キャだしな、性格がいいしって。バカなの可愛いしな。おえちゃんに抱かれたらちょっと恥ずかしいかも。確かに世間的にもあの女の子目線で、あの繁盛に抱かれたって言う、え嘘ってなるけど、おえちゃんに抱かれたって、えマジって。配信見てる女の中でもそういうのあるかもしれん。コウスケに抱かれたわって。もうコウスケに抱かれてる。どうやろう、なんか恋愛の対象から外れそう。わかんないけどな、これは人によるやろうけど。いや面白いわそれ。確かにそういうのあるんやろな。はあ。おえちゃん女の影ないから逆にレアだよ。まあ僕本気出したらこんなもんじゃないですけどね。お前に抱かれる女はもうこう狙いなのか。そんなおめえくん、コウスケに抱かれる女が気を狙いみたいなやめろよ。二十歳の子に DM 返した返してないの。返すのおかしいやん。なんでお前俺見た目もわからん女に連絡返すねん。冷静に。よく考えて。そりゃそうでしょ。性格もわからん。最近の自撮りなんてお前怪しいし、みんな。若けりゃ顔なんてどうにかなる。そういうもんな。ソラルガールから連絡来たりしないのないね、そういうの。ソラルさんの視聴者は確かにねえわ。昔窓付きのライブ行った時とか、窓ガールみたいなさ、奴らからなんかめっちゃ連絡来てなんやってすげえ思ってて、え、なんだろうな、なんでこんな連絡来たんやってすげえ不思議に思ってたことあったんやけど。そうなんやろね。歌い手の視聴者ってそういうところから繋がろうとするみたいな、あ、そういう世界あるんやって6年ぐらい前に俺思ったことあるわ。ソラルガールはないね。偉いわ。怖いね。いや怖いよ普通に。そういうのってあるんやと思った。なんか自分の感覚じゃない、そういう思考がいっぱい入るよ配信してると。リンゴのおっさんはソラルガールから来た。リンゴのおっさんってソラルさんとなんかしてたっけ。来るんや、リンゴのおっさんには。あるんだね。リンゴのおっさん晒すのやるね。ソラルのところはそういうのしっかりしてる人が残ってそう。なんかでもわかる。ソラルさん、ものの見方がやっぱり、あの、上手やなって思うし、世の中の。
ソラルはワンチャンもない空気出てる。窓付きはワンチャンある。あいつのワンチャンどころじゃない。いや、行けばやれると思う。悪口言った奴らの視聴者からお気持ち来たことある。あるよ。悪口じゃないけど。まあ、悪口はな、たまに来るわ。ああ、本当にキモいウジ虫みたいなやつから来た、みたいな。あるある。何回か。どんなん来たって覚えてもねえな。なんかもう定型文みてえな。そんなんよく来るよ。昼買いに行かないの？今から行く。でも、ゆきおとのさ、炎上の時にさ、もうマジでゆきおの視聴者からそういうのいっぱい来たな。もうなんか悪いなって思うけど。でもそうやって来るけども、その後ゆきおと一緒にやってエーペックス、そういう日、めちゃめちゃ俺のこと批判して、もうゆきおと絡むなみたいな感じの連絡来て、で、ゆきおがもう一人誰かやりたいなって言って、呼べる人いますっておえちゃんに、おえちゃん、俺にゆきおが言った時に、そいつはその俺のことを絡むなって言ったやつから自分いけますって連絡来た。ちょっとごめん、説明下手やったけど、そう。まあだから俺のことめちゃめちゃ叩いてたやつから、そのもう絡むなって言ってたやつから、ゆきおとその後二人でエーペックスしてる時に自分行けますって俺に連絡が来た。そうの、なんかそんなもんなよ最近のやつらって。昔からなそういうチャラチャラしたやつがマジで多い。インターネットには恥とかねえから。そいつ男やと思う。気持ち悪いなーって、ダブルスタンダードってこういうことかって思うわ。そう、マジで適当。うん、ゆきおの視聴者若そうだしな。で、まあ、わっけえだろうな、どっちかといえば。悪口さらす活動者とかいるから、それ狙いとかありそうだねー。え、それ狙い？あ、悪口をさらしてほしいの、俺に。まあ、ゆきおが好きなんだろうね。まあ、そういうことなんやろうな。で、敵に見えんにやって、周りが。いや、ゆきおの、ちゃんとしっかりしたファンなんやと思うよ。まあ、そういうことや。ゆきおと絡むな。自分いけます。おじさんは敵なのかね。早くご飯食べて配信してくれ。ああ、そうしますか。おえちゃんの視聴者さんも若いよね。配信全体で見たら、多分、割と年齢は高いと思う。それはちょっと、わかる。なんか雰囲気的にも。全体の年齢で見たら、周りよりはちょっと年取ってると思う。うん。だって俺若い子に流行るタイプじゃねえし。まあ俺から見たらみんな小僧やけど。小僧で。うん、年取ってる人も見てるイメージはあるわ。